ましておめでとうございます。2023年もぜひよろしくお願いいたします。ついに世界一周の旅に出かけることにしました。世界一周といってもも土金ではあります。経度方向に地球を一周しているので、一般的には世界一周航空圏に当たるルートだと思います。なお、北極点や南極点の周りを一周するというのは、これは違うかなと思っています。まあそもそも北極点や南極点に行くのは難しいと思いますけど。さて、世界一周とはどのようなものでしょうか。ある旅行会社のサイトには、太平洋と大西洋を通ればそれは世界一周になると言っていました。ですからロンドンとニューヨークに行けばそれは世界一周と言えるでしょう。しかし、今回物足りなく感じましたので、赤道に近いコロンビアも入れて南北に移動するのも含めました。これによって世界一周感がより強まったかなと思います。今回の旅行ではコロンビアを中心にしていますが、単純に行ったことがないからということでコロンビアを選びました。アフリカも入れればもっとより世界一周感が出るかなと思ったんですが、日程の関係で諦めました。単純な航空券ではあるんですが、このような旅の仕方もあるということでご紹介いたします。いつか世界一周してみたいと思っていましたので、夢が実現しました。ありがとうございます。さて、今度は航空券について話します。中部成田バンクーバーとフランクフルト成田中部は JAL のマイレージを使っています。残りはそれぞれ個別に手配しています。アラスカ航空、アメリカン航空、ビバ航空、アビアンカ航空、ルクスエア、そして最後の区間は鉄道も使っています。特に中南米の会社というのはなかなかですね、相性が悪くて難しいので、エクスペディアを使っている区間もあります。今回乗った飛行機は全部で9区間、それプラス、中部成田に区間があるわけですが、全部で6社になります。ワンワールド、スターアライアンスの会社だけでなく、ビバエアというLCC も使っています。まもなく終点中部国際空港に到着です。お降りのお客様、お手荷物をお忘れ物なさいませんようご支度ください。お出口右側です。広くどうご注意ください。国土交通省国内定期空港保安協議会より飛行機について出発されるお客様にお知らせいたします。刃物類や工具類は機内にお持ち込みができません。グローバルクラブのお客様はどうぞ11番搭乗口よりご搭乗ください。なお、優先搭乗は対象の会員ご本人様のみご利用いただけます。The next station is Terminus Station, YVR Airport. Okay, it's possible. It's totally possible because I think there's also on that rate, so it's kind of nice around there a little bit. 皆さん、最後までのご視聴ありがとうございました。これからも動画を出していきますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。本日は新年からのご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。